誰ともちょんまげだしなんかちょっとこの人普通じゃないなと <laughs> お互いに <laughs> 思ってたんですけどでもやっぱりちょんまげっていうのがやっぱりね<え>僕の中でもこうやっぱり道行くちょんままげの人を探してしてうところがある <laughs> 本を出された時にあこんだけちゃんと分かっている先生がこの世にいるんだっていうことにものすごい衝撃を受けてもう原田先生はちゃんとそれが分かっている。 しかも使いこなして現場で使いこなしてる笑いも交えながらっていう全部です <laughs> そうですね <laughs> あのいやこういう形のセミナーをしたことがないですからまんまアジャストできるやり方を今日お伝えすることができたかなっていう、うん、やっぱ催眠に対してすごい皆さん気になってたと思うんですよ、まあ、だからここに来てもらったと思うんですけどでもじゃあ催眠を 治療にどうアジャストしたらいいのかって言ってやっぱ疑問に思うと思ううとんですよね大義をやっぱり持ってほしいなっていうのと大義までは思考を通してそこを道をずっと進むだけそういうシンプルな構造になったら患者さんが治ってくると思うし医療をやるということはどれだけ自分が責めになるからこそ治るし結局それが自分も荒井先生みたいに寝てしまうっていうけど結局自分がそれが居心地よくなってきて。 きっと健康になって会長になってくるんじゃないかなと思うんで、あのそこを自分自身の課題ですけど追求したいし、皆さんもそうなっていった方がきっとうまくいくんじゃないかなというふうに思いますね。